はい、コヨハンクです、どうもケンリ、ここはどうですか。ここは、柴又です。なんと、もう大先生がアンプ、エフェクター、ビルダー、そしてマークボール研究家、合ってますか。第一人者今はラーマーメーバーをやる。あ、そうですね。はい、秋間です。ありがとうございます、この日に抱いて、はい、いい。今回ちょっとケンリ、どういう経緯で。あ、そうだから本をね、はい、これすごいいい本だったんですよ、うん。これは本をね、出したの。いつだ。最近です。2日前だよ。で、これが発売になったばっかりの、はい、ギターアンプの真実。真実。ギョギョしいけどね。いやー、でも重要っすよ、ね。エレキギターの音色の 90% 以上はアンプで決まると。そうです。そういった内容の、はい、まあ、主にチューブアンプの使い方みたいな感じかな。はいはい、あのギターアンプって、はい、あの持ってない人でも、うん、エレキを弾く人は必ず使うじゃないですか、はい、でそれの使い方っていうのが、はい、みんないまいちちゃんと分かってないなっていう。やっぱり、うん、竿に行っちゃいますよね。どうしても竿なんですよね。そう、そっちがみんな好きな。やっぱりこうね、竿が好きです。伝説のミュージシャンのルックスとかね、まあ、それ大事なんだけども、うん、やっぱりそっちに気いっちゃうんですよね。でもね、その伝説のミュージシャンの後ろにこう、はい、そこに行かないとダメなのよ。そっちもかっこいいんだから。これ読んで目を覚ませと、うん、そうギターは1本でいいから、うん、アンプをいっぱい買えた。なるほど。まあ確かにね、うん、そっちの音色はいっぱい作れるから、ね、そうそうそう。これ出した経緯みたいなのってどういう感じなんですか。はい、結局やっぱり最近はね、まあこの YouTube もそうだけど、はい、もう世の中も情報はもういくらでもどこにでもあるじゃないですか。そうですね。ネットで探せばいくらでも。ただネットに上がってでもみんなも超納得してて、うん、もう正論になっているようなことが全然大間違いとかもあるんです、はい、それがある、はい、結構だからもう常識ってなってることが、うん、本当はやっちゃダメだとか、はい、大間違いっていうのがすごくあって、はいはいはい、だからそれはこういうものにねして、あ、そうだったんだって思ってもらえれば、うん、ちゃんと継承されてるじゃん。そう、だから俺も文句ばっかり言ってるのはあのね、不思議なんだけど、はいはいはい、これをお前誰に聞いた、一体誰に聞いた、はい、うん、まあいろんなね、なんか先輩に聞いたとか、うん、まあいろんな誰かに聞いたとかね、ネットで調べたらそんなってあるんだけども、はい、で、まあそういうので間違ってることがあってもいいと思うんだけども、うん、でも合ってることもあって、はい、うん、50% ぐらいだったらそれはいいと思う。なんかどっかで聞いたようなことが半分合ってる半分間違ってる、うん、そうだったらいいんだけど、ほぼ 100% 間違ってるこれどうなってんのって感じなのよ。あ、うん、どうか誰がそんなこと言ってんだよとか、まあ、そんなようなことがこちらに込められてるわけです、ね。そうそう、うん、そうそう。なんか触り、なんかこうちょっと言ってもいいような触りみたいなのあります。なんかその間違ってるぞみたいな。あ、もうね、はい、そういうことしか書いてない。書いてないんだけど、一個言えるのが、はい、みんなアンプが壊れて音が出ないっていう時に、はい、ヒューズを見てヒューズが飛んでる。あ、はいはい、そこまで調べるんだけど、電源が入らない、はい。そうするとヒューズを入れ替えたがる。あ、そうですね。はいはい、それやばいですね。それってなんか、みんな、よく知らなくても、なんかみんなそれをやりたがるじゃん。はい、だそういう。あれは大間違い。おお、だってやめてほしい感じです、ね。ヒューズが不良なわけじゃなくて、はい、アンプの中身が壊れてるから、うん、保護するためにヒューズが飛んでくれる。はあ。それなのにヒューズ入れ替えてまた動かそうっていうのが言語道断で、はい、お知らせみたいなもんだからね、ヒューズはね。だからまあ払いたくなってもセイロガンで払いた止めるなみたいな。いや払いた。いやそれね、それ分かんなくなるよ。それ止めるよ。こういうやつがいるから。わかんなくなっちゃうんだよ。払いたかったらセロガン止めるよ。いや、根本的原因が治ってないから、うん、そうそうそう、だから治った気になるなってことでしょ。だからさ、うん、家のさ、例えばさ、ドライヤーとか電子レンジとかで使いすぎて、はいはい、家のブレーカー落ちちゃった、はい、あれとは違うのよ。それはすごく電流を使いすぎちゃってるから、うん、ブレーカーが落ちるっていうので、はいはい、で別になんかそのドライヤーにしても電子レンジにしても壊れてるわけではないから、はいはい、それとは違ってアンプのヒューズが飛ぶっていうのは中が壊れてて、電流が流れすぎて、はい、
ヒューズが飛んでしまうので、はいはい、その根本のアンプを直してから新しいヒューズを入れないと意味がない、うん、ヒューズこう何アンペアってあるじゃないですか、はい、3アンペアとか数字があるんだけども、はいはい、3アンペアのヒューズだから飛んじゃうんだっつって、はい、もっと大きなヒューズを入れるっていう、よくある。それもそれはもうさらに大間違いでヒューズで起こってることじゃないってことだね。そうそうそう、ヒューズが悪いわけじゃない。ヒューズはいつでも正しいんですよ。あれ壊れない。教えてくれてるんだね。そうそうそう。壊れてるよ、このアンプって教えてくれてる。そうそうそう、いや、15アンペアとか入ってますもんね。そうそう、怖いのあるよ、なんかそういうの。もっと大きくしたいって言って入れてるやつあるんだ。そう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 、いや、だからほら、飛んじゃうからっつって入れててさ、はい。俺の知り合いが3アンペアのとこに30アンペア入れて、はいはい、もうアンプ、それで電源入れて、はい、アンプ丸燃え。あ、全くもう修理も何もできない。はい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 、跡形もなくなっちゃう。三十アンペア逆によく売ってましたね。そうなんだよ。例えばの話でそういうようなことが書いてある。はい、ここに書いてあるんですね。うん、あとね、これでくど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 書いてるのは、そのバンドの中でギターの音色っていうのは、はい、うん、立ち位置的なものです。そうそうそう。うん、あの結局あのバンドのアンサンブルの中で弾いてるギターの音っていうのはこうやって作らないと聞こえないよみたいな。あ、いや僕も PA やってたんで、うん、ほんとその通りだと思う、うん、なんかもうローとか上げまくってる人がいるんだけど、うんうん、結局もうこ宅でカットしちゃったりとか、うん、そうだから結局、はい、他の楽器があるわけじゃない、はい、ドラムスがあって、はい、まあロックバンドの場合だよ、うん、ドラムスがあってベースがあってボーカルがあってとかでギターがあってとかでみんなそのダイナミックレンジがあるとしたらその例えばベースは低い帯域を、はい、出してるわけじゃない、はい、でドラムはまああのそのベードラからこういうシンバルとかハイハットとかすごい高いところまで、はい、まあそこはもう一番あのダイナミックレンジを使ってるんだけど、うん、ドラムがでその中にこうギターがいてベースがいて歌があってみたいな、うん、そんな構成じゃん、はい、それがだからぶつかり合ってると、うん、そこはなんつうのかな、お互いに例えばギターの低音はベースはもう低音専用の楽器だから、うん、どんなにギターの低音を上げたって負けちゃうわけよ、うん、はい、負けるしさらにベースとかの音を濁らせていってしまう、うん、で PA の人はもうどうしていいか勘弁してくれって感じ、うん、だからギターの受け持つ帯域があったらそこを出さなきゃいけないんだけど、うん、はい、でも普通のアンプをそのまま使ったらその部分っていうのはほぼ なぜかないメーカー品の場合は、それで結構みんな一人で弾いてるときはかっこいいんだけど、うん、バンドの中だと全然もうジャージャー言ってるだけで音程感もないみたいな、はい、そういうのがちょっと多すぎるから、はい、だからそういう部分もかなりくどく書いてある、うん、あ、3回ぐらい出てくると、うん、そのくだりが、うん、3回も出てくるこれちょっとねちょっとあれこれさっきも読んだな、そうなんだそれはねちょっとね何回も書きすぎたでもそのくらい重要なことなんですね、バンドの体系ですよね、うん、はい、そうそうそう、実際にこうバンドやってる人たちにもしっかり読んでもらって、うん、しっかり読んでもらって、かっこいい音出したいんだな、うん、開眼しろと、開眼だね、はい、これ楽器屋さんとかも置いてあるんだよ多分ね、多分あるありますよね、うん、はい、あとね、はい、あのアマゾンとかだったらポチってやったら、はい、密林で密林で予約の段階で1位ですよね、そう、あのね俺がまだ書き終わってない段階で1位だってやべえなこりゃまだ終わって書き終わってないもう予約入ってる状態ね、そうそう、超責任感というわけでこのギターアンプの真実、リギターの音色の 90% 以上はアンプで決まる、まあ 90% ですよね、うん、うん、まあラーメンに行ったスープじゃないですか、来た食べ物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 いつもそんな話ばかりするスープの真実はい、本体1800円プラス税まあエフェクターかよりこれ買った方がいいよね、そうだね、あ、そうそうそう、うん、だから絶賛発売中ですのでよろしくお願いします、はい、このなんか真っ黒いのもいいよね、なんかなんか悪魔の歯みたいなこれがね、はい、黒じゃないのよ、え、あ、よく見るところじゃない、よく見グリーンですか、あ、違う、そう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 、だからね、あのね、はい、こうシワが寄ってるじゃない、はい、これもだからレザーっぽく、あ、アンプのマーシャルの古いマーシャルで、あの濃い緑みたいな色、はいはいはい、だから黒はね、黒だとね、あ、これですよね、これが黒よ、ああ、なるほど、これが黒じゃないの、こっちの方がなんかだからリアルな感じ、はい、ああいいですね、確かに悪い感じがしますね、秋山さんの渾身のお話がギターアンプの真実書籍のご紹介でございました、はい。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。